はい、それでは東大会研究所の根本さんと申しますけれども、この度ですね、ネズプレザクの学会賞を受賞されました渡辺正弘先生のことで研究をさせていただいておりますが、今日は残念ながらというか、僕にとっては幸いというか、いらっしゃいないわけですけれども、まあ、とにかくですね、今日は記録というです、ね、GCM におけるおいてですね、海面水温が上昇したときに雲がどのように変化しますかと、そのようなお話をさせていただきたいと思います。まず僕の研究のモチベーションなんですけれども、皆様ご存知の通り、温暖化した時の実験を行った際にですね、気温が使う気候モデルによってまちまちになるということがまあご存知かと思います。で、その大きな要因の一つが、雲の放射フィードバックの不確実性と言われております。で、なぜモデル間によって雲の放射フィードバックが違うんでしょうかということをまあ知りたいわけですけれども、そのためにはですね、まずそれぞれの個々のモデルにおいてどのような物理プロセス、物理メカニズムを経てこの放射フィードバックが何個ですよというのが決まっていますかということを知りたいということでございます。ということを踏まえまして、私の今回の研究テーマはこちらです。雲の放射フラックスと呼んでいるのは、トップにおいて雲の放射、雲によってどう放射フラックスが変化しているか、だから例えば、雲がなければ100ワット出ていくんだけれども、雲があることによって80しか出ていませんよといった場合は20が雲の放射フラックスと呼んでいるわけですけれども、その雲の放射矯正というのは、まあ、トップにおける放射フラックスですから、まあ、二次元的なようなわけですね。一方で、雲というのは、まあ、当たり前ですけれども、当然、三次元的に炎上構造を持って存在しているわけですから、その二次元的な放射フラックスという量を、どうにかしてですね、その雲の三次元的な特性の変化に、どうやって結びつけたらいいかと、そういうことを考えたいということが私の今回の研究テーマでございます。で、実験を説明しておくと、ミロックパイプの大気部分、アトマスフィックパークを使った、AMIP 実験というものでございます。こちらはですね、1979年から2008年の30分転換の間にですね、観測された SST および海氷皮膚を与えて、行った実験でございます。で、今回解析したのは AMIP のそのコントロールランと、プラス 4K と書かれましたけれども、 SST を全球中にプラス 4K、 4K ルビンほど上げた上昇させた実験であります。なので、まあ、やりたいこととしては、その、プラス4度を差したときにどういうふうに雲が変化していますかということを3次元的に理解して放射フラックスに結びつけたいということであります。で、じゃあどうやって結びつけましょうかということで、こんな解析手法を考えました。下の図を見ていただきたいんですけれども、縦軸に温度、横軸に雲水量を取ったダイヤグラムで、まあ、要はコンポジット解析なんですけれども、一応説明をさせていただきます。左下の図がですね、 PDF です。大気中の全点、炎上構造を含む全点を、この温度 T、雲水量 Q を、取った平面上に、まあ、この各ボックスごとにですね、何点含まれてますかっていう量を全部で割った、そのようになっています。で、まあ、当たり前の話ですけれども、この F というものを全温度、雲水量平面上で適合した値というのは、左上の式に示すように当然になるということになります。で、温度っていうのは後でちゃんと説明しますけれども、高度のつもりで取っております。で、雲水量っていうのは、混合流を含む量として取っております。で、右下の図をご覧いただきたいんですけれども、大気中のですね、炎上構造を含む全線において、雲による放射加熱、超波放射加熱というものが定義できますね。で、その超波放射加熱を、まあ、同じようにですね、T 級平面上にコンポジットを取ったというのがダイアグラムでございます。で、こちらの図が、まあ、言ってることは当たり前なんですけれども、雲水量が、多い雲の方が当然放射の加熱は大きい、赤いですということと、あと、まあ、温度の低い、高い雲にある、高いところにある雲の方が、加熱は大きい、右上に行くほど赤いということが、まあ、当たり前のことを言っている図であります。で、今回のポイントはですね、とにかくそのトップにおける放射フラックスっていう量を、これでちゃんと結びつけられてますかっていうことが一つのポイントなわけです。で、まあ、結論としては右上に書いた式なんですけれども、この加熱のコンポジットを取ったものと PDF、F を積を取ったものというのが、T 級平面上で温度 T、つくみ水量 Q 平面上で積分すると、それがトップにおける雲放射フラックスに対応するということがポイントです。なんでこうなるんでしょうかっていう説明をするんですけれども、この雲の放射加熱と Q-hat と、フリーケンシティ F の積を取った量というのは、当たり前ですが、この大気中の全点の平均的な、雲放射加熱というふうになるわけですね。フリーケンシティとコンポジットの積を積分したようと。で、ですね、放射加熱という量は、放射フラックスの微分子ですから、例えば 100W 入って 80W 出ていったら 20W の加熱ですよね。というものですから、このような式になるわけですけれども、放射フラックスの微分かける積分となるわけですけれども、で DZ の方向、 Z 軸方向に積分してあげればそれは当たり前ですけど、トップにおける放射フラックス引くサーフェスにおける放射フラックスですから、こういう OLR クラウド、トップ引くサーフェスという形になるでしょうと
ということです。で、サーフェスって雲ないですから、当然これはほとんどないはずなので、結論としては OLR クラウドがこの図で対応できるでしょうということです。で、なぜ先ほど温度軸をコードの代わりに使っていると申し上げましたけれども、この理由は、雲の放射を考える上で、何メートルの高さにあるかというよりは、何のところにあるかということの方がよりエッセンシャルであろうと。例えば、ロングウェーブの放射化熱なんか考えたら当然そうですね。何メートルにあるか、例えば SST が上がって、その分、高度が変わったんだけれども、温度が変わってませんよという状況であれば、あまり変化はないはずですよね。なので、こういうふうにとっています。で、今回、デイト代数のみ解析します。ではですね、この2つの図を、積を取った量で、この OLR クラウド、積分したら OLR クラウドになる量を、どこに寄与があるかということを見たいと思います。こちらです。左下の図ご覧ください。こちらで言いたいことは、先ほど数式的に、この積分値が OLR クラウド、トップにおける雲放射、フラックスに対応するでしょうと言ったんですけれども、それがまず一致してますよということですね。積分値が 30.6 ワットパー平米というようですけれども、これが GCM から直接計算される値とほぼ等しいということです。それからここの比を見ていただくと、まあ、とにかくこれが、これが何やなんかどういうことを言いたいのではなくて、リーズナブルな結果であろうと。要は、高い雲と、低い雲、高い比較的雲溝よりも小さい雲と、比較的大きい仮想の雲で、大勢材料で出すということが言えるわけです。で、今までロングウェブの話してましたけれども、ショートウェブもまあ同様です。積分値が、ちゃんと対応してますよということと、まあ、この上層に比べて、仮想に良い極材化した、放射フラックスに対する影響が存在しているということと、この2点が、まあ、リーズナブルであろうということが言いたいわけです。さて、今回の主題はですね、ちょっと多分聞かないと思うんですけれども、このコントロール欄から、SST をプラス 4K した際に、どれぐらい変化しますか、どこに変化がありますか、ということが、今回のポイントなんですけれども、これが先ほどと同じショートウェーブの規模を表した図で、これがプラス 4K、SST 消耗した際にどう変化するでしょうかということで、こちらこうなります。まあ、よくわからんという話だと思うんですけれども、とにかくこのプラス 2W パー平米というフィードバックがあるんですね。若干のプラスと。これがどう構成されてますかというのを分析したのがこちらなんですが、ちょっと細かい説明省きますけれども、まあ、これで言いたいことはですね、左の下の図を見ていただきたいんですが、こちらの図で言いたいことは、現在気候における冷却のピークと書いたこの点線のライン、そこよりも下の層で良いクーリングが強まってマイナスのフィードバック、そこより上の層では、クーリングがやや弱まって、プラスのフィードバックと、でこのプラスとマイナスがキャンセルアウトするような形でこの超微若干のプラスのフィードバックが生じてますねということが言いたいことです。で、今後の課題としてですね、今これをさらに、雲の放射特性の気候と出現頻度の気候に分けました、とかっていう分析をすることで物理メガニズムの解明に結びつけられるであろうと、ということで、メカニズムを解明することが今後の課題ということでさせていただきたいと思います。今回のアーギュメントは2つです。1つは、トップの放射フラックスという二次元的な量を TQC ダイアグラムを用いることで、三次元的な量と全部結びつけたということ。それからもう1点が、この正の、若干の正のフィードバックというものが、プラスマイナスのキャンセルアウトで生じていますよということまで分かり、これからメカニズムの解明に結びつけたいということでございます。早口になりましたけれども、以上です。ありがとうございました。一つだけ質問、はい、時間あります。何かございませんでしょうか。あ、すいません。はい。一つ前のスライドで、点線引かれてましたけど、それの温度は何度くらいなんですか。はい、これはですね、290Kelvin ほどのところですね。で、ここですね、290Kelvin。はい、ありがとうございました。では次は A の414、藤田さんお願いします。